一回あ骨盤ってこういう風に動くんだっていうのをやっていただきます、うんはい、でまず完全に直立した状態、はい、でこれ直立した時っていうのは骨盤っていうのは実は回転方向に動かないんです、うん、だから多分以前の前傾してらっしゃる時の自然な構えっていうのを見てないので、はい、どれぐらい前傾されたのかわかんないんですけど、はい、骨盤って多少なりとも前傾してないと股関節って動かないんですよね、うんうんうん、これがあまり起きてしまうと、はい、こういう動きはできるんですけど、うん、こういう動きがどうしてもこういう膝の曲げ伸ばしを伴わないと回らない状態になってるんです、はい、なのでちょっと軽く会釈するような感じで、はい、そうです、ちょっと軽くお尻を軽く突き出すような感じで本来は立ちたいですね、はい、でまずこれを起こします。でこのまま一旦横にこういうふうに、そうです、さすがです、もうこれだけでも決まってますよね本当に決めに行ってないですこの動きで決まる人すごいですよでこの状態から、はい、これで一回胸をぐーっと回してみてください。ぐーっと、そうですそうです。でこの状態で今度軽く前傾をしてみてください。はい。で膝軽く曲げてください。どうですか。この時にこれ、うん、この股関節がちょっと動いている状態。はい。はい。その今の腰の位置でバックスイングが行えれば OK です。そうですそうです。ね、もうすごい歴の長いモデルさんに言うのも失礼なんですが、いやいや歩く時のこの骨盤のこのストライドの仕方、はいはい、あれとよく似てるんですよ。あ、似てるんだ。そうなんです。これそうです。あ、そうなんだ。この時のこの、はい、この時のこの入ってる動き、はい、これと実際のバックスイングの動きがほとんど同じです。へえ、はい、そうです。これか。これです。わお、はい、できた。はい、できた。はい、できた。はい、打ってみましょう。はい、どうぞ。すごいはい、どうぞ。そう、ナイス。すごい。じゃあ飛びましたね。